こんにちは。夫婦のお店カウンセラーの佐々木ひろのです。私の父は動物研究家の実吉達夫、時々テレビに出てコメンテーターをやったりしています。父がたくさんの動物を飼いたかったっていう関係で、幼い頃、その当時はすごく田舎だった東京の町田市に引っ越してきました。周り、そうですね、100メートルぐらいは家がなくって、裏には山があり、庭は広くて、その当時飼っていた動物は、昨日は猫の話しましたが、猫、それから猿、それからコアッチっていうブラジルから父が持ち帰ってきた、アライグマみたいなやつですね。それからウサギ、それからインコ、大型インコです。つがいで、ルリコンゴインコというのと、青帽子インコっていうのがいて、おはよう、おはようってよく言っていましたが、そんな動物も飼っていました。また池に鯉も泳いでいましたが、その池が冬になると凍って、氷が張りました。その氷が、寒い日が続くと厚みが増してきて、子供一人ぐらい乗っても割れないようになるんですね。なのでそーっと乗ってみたり、子供の頃していました。でも私の上の弟3匹木製なんですが、3匹らしく、なんていうんですかね、猪突猛進っていうか、レックレスっていうか、その氷の上に乗ったんですね。確認もしなかったと思います。その氷が割れてジャボって池にはまったのが上の弟です。4人兄弟のうちその子しか落ちていません。3匹らしいですよね。また裏山で鶴がこう垂れ下がっているところを捕まって、ターザンごっこみたいのをして遊んだんですが、やっぱりその上の弟は3匹なので、確認もせずに鶴にいきなりぶら下がって、あーって言ったらズボッて谷底に落ちて怪我をしました。そういう事件は結構上の弟はあって、一見おとなしいんですが、3匹らしいなって今思い出すと、そういうことが起きたりしていたなって思います。そんな4人兄弟を持つ私ですが、5月に、ラッキーフードのお茶会を開催します。5月26日1時からです。これは器楽初心者、もしくはもうある程度、実践している、活用している方まで、どんなレベルの方も参加できます。みんなで普段の体験談や疑問、ラッキーフードがメインですが、いろんな疑問を出し合っておしゃべりできたらなって思っています。ぜひこの機会に足を運んでみてください。器楽がどんなものか楽しんで分かるようになると思います。それでは今日はこの辺で、ごきげんよう。